お元気ですか、ペルシアンと申します。今回は、今まで集めてた直筆サインカードをですね、4回に分けてね、編集総集編という形でね、お伝えしたいなと思っております。まず第1弾はですね、ファイターズの直筆サインカード特集でございます。前にもね、あげてるんですが、さらにね、直筆サインカードが増えましたのでね、このね、総集編という形でね、お伝えしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、はい、こちらはですね、左側がですね、関口選手と右側がマスカ投手でございます。ちなみにこちらはですね、2012年の、時の直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、2017年の時の直筆サインカードでございます。左側がですね、玉井投手と右側が横尾選手でございます。横尾選手はですね、現在楽天の方にいます。もし楽天の方でもね、頑張ってください。で、続けていきます。はい、こちらがですね、2018年の、直筆サインカードでございます。で、左側が、杉谷選手で、右側が中田選手でございます。これはね、結構ね、大きかったです。嬉しかったです。で、続きましてはですね、左側がですね、玉井投手です。こちらのもね、玉井投手のね、直筆サインカードが手に入りました。で、右側はですね、こちらがですね、実はこれ2軍のね、マスコットのね、直筆サインカードでございます。マスコットもね、実は直筆サインカードってね、あるんですよ。で、続きましてですね、こちらがですね、2018年のね、ファイターズのプレミアムってやつのね、森山選手のね、直筆サインカードでございます。で、右側はですね、金子投手ですね。こちらはね、2019年の時の直筆サインカードでございます。で、こちらもですね、同じく2019年の直筆サインカードでございます。中島選手と、ヤシ選手でございますね。ヤシ選手っていうのは、ヤクルトからトレードで入ってきた選手でございます。先ほどね、金子投手も出たんですが、金子投手もオリックスからやってきました。はい、続けていきます。こちらがですね、左側がですね、こちらはですね、2019年のブリリアントっていうところのね、カードでございまして、こちらはね、結構大きかったです。西川選手でございます。で、メジャー挑戦ね、したんですがね、なかなかね、実がつかなかったですが、ね、今年はね、ファイターズでね、頑張ってほしいなと思っております。そしてね、右側の方がですね、こちらがですね、宇佐美捕手でございます。宇佐美捕手っていうのは、巨人から、トレードでやってきた、選手でございます。で、続きましてですね、こちらはですね、ファイターズのですね、これは、エポックさんのですね、ルーキー&スターズの時のね、カードでございます。これは加藤ね、投手の直筆サインカードでございまして、こちら、隣はですね、2020年の時の直筆サインカードでございます。鶴岡捕手でございます。県ね、一軍のね、コーチをね、務めております。こちらもね、一時期ね、ソフトバンクからね、いたんですけどね、また戻ってきました。で、続きまして、同じくですね、2020年の時の、直筆サインカードでございます。石川捕手と、平沼、ね、選手でございます。こちらはですね、若手なんでね、まだね、それに頑張ってほしいなと思っています。で、こちらはですね、2004年の時の、直筆サインカードでございまして、池田選手でございますね。北海道出身でございまして、現在はですね、高校の野球部の監督を務めておらっしゃいます。現在は、ファイターズの直筆サインカードは全部で、こういう、ね、このぐらいだと、これだけあります。ちょっと失礼します。はい。ね、第2弾の時もね、またね、やりたいなと思っておりますので、ちょっとね、今カメラの方で映っておりますが、ね、ご了承ください。以上でございます。ね、次もお楽しみくださいませ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。